これから、ヒッポの食文化を担当する会主催しております、平成27年新春ヒッポの郷土料理自慢料理試食会の方を開催したいと思います。ヒッポの食文化を担当する会なんですけども、ヒッポこういう山間地の中で昔からのいろんなその地域の伝統料理が結構いっぱいありますので、それが世代交代するにつれてずんずんこう少しずつなくなっていくと、そういう状況の中でそういうのを伝承する意味も含めてそういうのを持ち寄ってみんなで それを味わいながら、そして伝承していこうと、そういう形で始まったのが、このヒッポの食文化を担当する会です。で、名前は変わってますけども、その、郷土料理自慢料理試食会ということで、それを多くの皆さんに食べてもらって、いろんな話を伺いながらそれを残していこうということで一応始まりました。それが、今までの経過ですね。食材は、ほとんどもう地元のものなんですけども、その料理につきましてはやっぱりその年代によってその作る類がちょっと違ってきているのかと思います。やっぱり昔ながらの、へそ大根とか、かき海苔とかそういう伝統のやつはやっぱり年配の方々がやっぱり作ったのかなと。でそれ以外のやっぱりはやっぱり今の方々のその感覚で、昔の伝統料理とちょっと違ったやっぱりそういう料理が出たのかなとは思っています。そして今日は、初めてなんですけど、こんなに日本外からおそらく10名以上の方が来てもらってましたので、少しずつこう今まで私たちがやってきた活動がこういう風面で広がって、もっともっとこういう広がっていってヒッポを PR できればいいのかな、なんてそういうふうに思っておりますけど、いつも150品集まるんだけど今日50品なんですけども、でもそれは気持ちは僕は嘘じゃなくて、皆さんもご存知かと思いますが、やはりですね、ごめんね山菜とキノコが減ってるのがすごい寂しいですよね、震災後ね。だからこの春からできればまた皆さん不安のある時は町線で測ってもらって、それで食べれるものをどん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 また増やしていければ、もしかしたら来年の今頃はね、山菜とかキノコがちょっとまた戻ってくるかもしれませんので、1年後にはさらに100品増えてると思ってまた皆さんに来てもらえればなというふうに思っています。こういう8割が山の地域ですから、やっぱり山菜とかキノコとかやっぱそういうのが本当はメインにやれればいいんですけども、震災後なかなか取り組めなくていたんですけども、ここのところにしてまずうちの近くにあるやつ山菜測ってるんですけども、それが一桁台でということで、山菜自体はもうぼちぼちもう100ベクレルはこうかなり下がっているような状況になりますので、来年あたりからもしかしたら徐々に出てくるのかなと、思いますけどもね。ただキノコにつきましてはちょっとわからないんですけども、ただその調べるにもある程度の量がないとそのベクレル数調べられないので、キノコをそのぐらい量を取るとなってなかなか大変なこともありますので、キノコは少し遅れるかと思いますけども、山菜につきましては来年あたりからもぼちぼち少しずつは出てくるのかなと、そういうふうに思います。そういうのが出てくるようになれば、このヒッポの良さがまた一段と出てくるのかなと、そういうふうに思ってますけど、今年13回やったんですけども、もう雰囲気的にはもう、ずっと1回から同じで、本当にこうみんな和やかにこういろいろんなものを珍しいなとか思って食べてもらって楽しんでもらってますので、雰囲気的には上々かなと思いますので、こういう雰囲気を保ちながら、まだまだ続けていきたいなとは思っていますけど。